糸数ミキは沖縄県を拠点に活動するラジオパーソナリティ、ローカルタレントである。愛称はミキトニー。沖縄県沖縄市武島出身、女性。自らを池武島のブリトニー・スピアーズと称している。高南中学校、高等学校卒業後、玉川大学文学部国際言語文化学科に進学するため上京。 大学卒業後の2008年10月から2009年3月にかけて語学留学のためにアメリカカリフォルニア州へと米へ、帰国後の2010年1月より FM 沖縄のゴールデンアワーでパーソナリティとして2019年3月まで活動していた。現在もテレビやラジオ、その他イベントでのタレント活動や結婚式の司会などもこなす。趣味はスポーツ観戦。 読書、沖縄の定石巡り、ゴルフなど。特技は、英会話、料理など。ミキトニーラブは、糸数の歌手名義。公式には、糸数ミキと別人とされているが、便宜上本項目で記述する。カリフォルニア出身のアイドル。2011年時点で26歳。20歳の頃に、池舞踏に留学していたことがあり、流暢な中部のまりが特徴。 西向き構造と出会った経緯として、留学先のクラブで騒いだ後に寄ったタコス屋で、西向きが忘れそうになってメガネを渡したのが、出会いのきっかけとなった。2011年8月5日に、FM 沖縄のギャラリー限定で、沖縄でも、卑怯の地とされる池武藤と、糸数美希の素晴らしさを歌った隙間産業シングル、レディオクイーンが発売され、YouTube にて、プロモーションビデオが公開された。 また同年、糸数ミキとミキトニーラブはメガネ一番のテレビ CM で共演した。ありがとうございます。